エドワード・ドミトリックはカナダ生まれのアメリカの映画監督。カナダ・ブリティシュ・コロンビア州グランドフォークス生まれ。両親はロシア帝国から移住してきたウクライナ人。幼少時に一家でサンフランシスコに移住。幼い頃から映画に熱中しておりそれが高じて15歳の時、メッセンジャーボーイとしてパラマウント映画でアルバイトを始める。 数学と物理学に長けていたため奨学金を得て、カリフォルニア工科大学に入学したが、一年で中退してパラマウントに入り編集技師として働き始め、レオ・マッケリー監督の開校などを編集している。1935年、短編ウエスタン、ザ・ホークで監督デビュー。いくつかの B 級映画を手掛けた後1942年、RKO へ移籍。 同年に監督したプロパガンダ映画、ヒットラーズ・チルドレン、恐怖の殺人要請書は、わずか20万ドルの低予算で制作されたが322万ドルを稼ぎ出す大ヒットとなり、一躍注目を集める。1943年、映画プロデューサーのエイドリアン・スコットと組み、レイモンド・キャンドラーのハードボイルド小説、さらば愛しき女よを原作に、ブロンドの殺人者を制作。 その得意な画面構成はヨーロッパを中心に高く評価されフィルムノワールの代表的な作品となった。1947年には再びスコットと組んでリチャード・ブルックスの小説十字放火を原作は同性愛がテーマであるのをユダヤ人問題に置き換えて制作。 人種差別問題に鋭いメスを入れた最初の映画として高く評価され、第20回アカデミー賞語尾門にノミネートされた。しかし、全米に吹き荒れたマッカーシズムの中で彼自身も、作風とロシア系の羊から会員、非米活動委員会にマークされるところとなり、ブルックスともども召喚されるが、ダルトントランボラ他の8人とともに、 アメリカ合衆国憲法修正一条を盾にして、証言を拒否したことから、ハリウッドブラックリストに名前を載せられたため、RKO を解雇され、イギリスへ渡り3本の映画を制作した。その後帰国し逮捕され、他のメンバーと共に、議会侮辱罪で、金庫6ヶ月と、罰金1000ドルを言い渡され服役。出所後、転校を表明して、委員会で、ジュールズ・ダッシンらの名前を証言した。 この天候によって、ハリウッドに復帰、当時独立プロデューサーだったスタンリー・クレーマーのもとで、低予算映画、8人の鉄人や対策、ケイン号の反乱を制作し、高い評価を受けた。以降、スペンサー・トレイシー、エリザベス・テイラー、モンゴメリー・クリフト、マーロン・ブランド、ヘンリー・ホンダなどの大スターを起用して、当時新技術だった、ワイドスクリーンを駆使した、娯楽対策を多く手掛けた。 また、1976年から1981年まで、南カリフォルニア大学やテキサス大学オスティン校で映画学科の教授を務めた。1999年7月1日、心不全と人不全の合併症で死去。90歳。ありがとうございます。